必死に走って、お母さんのおっぱいを無心で飲む子犬たち。去年12月、道東中標津町で生まれた北海道犬の赤ちゃんです。天然記念物の北海道犬、寒さに強く忍耐強い性格で、厳しい北海道で人の暮らしを支えてきました。これは1980年代北海道犬の能力などを評価する重量競技会の様子です。ヒグマにも臆せず立ち向かおうとします。北海道犬は狩猟犬としてアイヌ民族の生活を支えてきました。そして2000年代、脚光を浴びる出来事が。かわいい。携帯電話の CM にお父さんとして出演したカイ君が人気者になりました。撮影会はこの人だかり。すっげーかわいい、触りたい。テレビのようにかわいかったです。認知度が高まって人気かと思いきや、今数が激減しています。一体なぜなのでしょうか。減少している北海道犬。北海道犬保存会によると、ピークの1970年代は1年間に7000匹ほどが生まれていました。しかし去年はなんと199匹。街中で見かけることも少なくなりました。なぜなのか、北海道犬の保存会に話を聞くと、うちの外で番犬として飼う人って、外で飼ってる犬いないじゃないですか。みんな要するにうち中で犬を飼う。だから小型犬がやっぱり主流なんですよ。マンションなど室内で犬を飼う人が多い今、小型犬が人気に。現代のライフスタイルと合わず飼う人が減っているのだといいます。よろしくお願いします。お願いします。よし。そんな中、去年9月から新たに北海道犬を飼い始めた夫婦が札幌にいます。出迎えてくれたのは飼い主の山口さんと北海道犬のサン君です。ちなみに人に対しての警戒心が結構強いんで、慣れてない人が近づいてきたりすると結構吠える。北海道犬は警戒心や自立心が強いと言われます。飼い主の山口さんが遊びに誘いますが、行きますか。行けあれ、落ち着いちゃいましたね。猫のような性格の犬ですね。気が向かないと遊んでくれない。帰宅した時に見せてくれるのはこんな姿。そう、ツンデレなんです。尻尾振ってこう喜んで近づいてくれるのが、朝起きた時と仕事から帰ってきた時の1日2回とか、そんな感じなんですよ。その分余計にその時が嬉しいっていうか。スイッよし、ヒヨ。北海道犬は専門家によると、他の犬種に比べて自我が芽生え始めるのが早く、子犬の頃からのしつけが大切です。山口さんもサン君が赤ちゃんの頃から週に一度トレーナーのもとに通いました。その4ヶ月までの間に、もう体をいろんなとこ触ったりとか、あと人に合わせるとか、そういうのをできるだけ多くやってくださいっていうのは言われました。頭数が減少してピンチを迎えている北海道犬。北海道犬とか和犬は特に主にしか懐かないっていう気質があるので、保護犬になった後に誰かがまた引き取ってくれるってなっても、きっと懐かないと思うんですよね。なんでやっぱ最初に飼う人が責任持って飼える人が増えてくれた方がいいと思います。
北海道で共に暮らしてきた北海道犬。人間のライフスタイルは変わっても、凛々しく愛らしい姿は変わることはありません。